さて、今回は1977年8月に約7年ぶりにフルモデルチェンジし、大きく進化した2代目足のいいやつトヨタカリーナについてゆっくり解説を始めるぞ。直線基調のカクカクした、これぞセダンってスタイルがかっこいいわね。けど、初代カリーナって7年間もフルモデルチェンジをしてなかったの？知らなかったわ。だが、75年にホイールベースまで延長した、ビッグマイナーチェンジは行っていたぞ。2代目カリーナは、初代のセミファストバックの流れるようなスタイリングから一転、ボクシーなノッチバックセダンに大変身したのね。もちろん、ピラーレス2ドアハードトップもラインナップされていたぞ。2000cc と 1600cc には DOHC エンジンをラインナップして、排出ガス規制で牙を抜かれた国産車の中で DOHC エンジンを搭載式を吐いたアクティブなファミリーカー、2代目足のいいやつにスポットライトを当ててみよう。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。カリーナといえばカローラとコロナの間を埋める車種として、セリカと同じコンポーネントを流用し誕生した、ミドルサイズのファミリーカー。開発コンセプトはアクティブなファミリーカーで、販売店はトヨタ店。ボディバリエーションは4ドアセダン、2ドアハードトップ、2ドアセダン、5ドア版の4種類。もちろん CM キャラクターは初代から引き続き千葉真一さん。スタイリングは初代カリーナのイメージを引き継ぎながら、直線基調のボクシーでシャープなスタイリングとなり、居住性が大幅に向上している。2代目のヘッドライトのライトとライトの隙間が、初代のポジションライトをうまくイメージさせてるわ。そして、ベルトラインを下げてフロントウィンドウ、サイドウィンドウの面積を拡大したことにより、ルーミーで明るく広い視界を確保し、ドライバビリティの向上にも貢献している。リアビューは左の2ドアハードトップは横長のテールランプ、右のセダンは縦長のテールランプとなり、リアビューは大きく異なっていた。特に2ドアハードトップは初代から引き続き、リアクォーターフィンを採用。リアウィンドウの後方視界の確保と、トランクの開口部の広さを確保するため、リアウィンドウは縦気味とする一方。C ピラーはデザイン優先で段をつけて、横から見た時はなだらかでスポーティーに見せる工夫がされていたわ。同じ77年8月に発売された2代目セリカが、アメリカのデザインスタジオキャルテでデザインされた曲線主体のスタイリングとは真逆になってるところが面白いわ。前期型4ドアセダン 2000GT のボディサイズは全長4230全幅1630全高1380ホイールベース2500、車両重量1060kg、サスペンション前ストラットコイル、後ろラテラルロッドスタビライザー付き4リンクリジットコイル、ブレーキ前後ディスク、タイヤ H8570HR13 車両価格約147万円。エンジンは上から2000、1800、1600cc の盤石のラインナップ。その中でも注目なのは 2600cc の DOHC エンジン。2000cc は直列4気筒 DOHC の H8RG 優型130馬力と、1600cc 直列4気筒 DOHC の 2KGE 優型110馬力で、1600cc の 2KGE 優型は従来のツインキャブから、EFI 可電子制御燃料噴射装置を行い、DOHC でありながら排出ガス規制を見事にクリアしている。この時期の DOHC エンジンは他ではいすずぐらいで非常に貴重だった。ミッションは5速4速 MT と3速 AT を搭載。さらにその後、それぞれ排出ガス規制をパスしながら5馬力アップして135馬力と115馬力にパワーアップしているわ。初代に引き続き実用性のある大人5人が乗れるセダンでありながら、DOHC エンジンを搭載し、スポーティーに仕上げられたカリーナは家族がいる走り好きなお父さんからは絶大な人気を誇っていた。室内の居住性は曲面ガラスの採用によりショルダー幅で先代より60ミリワイドになり、高さも、長さも拡大され特に後席の広さは向上していた。ダッシュボードは前方視界確保のため、高さは極力抑え、3本スポークステアリングに、右から燃料計、油圧ゲージ付きタコメーター、スピードメーター、水温計を配置。モノコックボディは衝撃吸収構造で、衝突時には前後のボディが潰れることにより、衝撃エネルギーは吸収されキャビンの乗員は守られる安全構造となっていたわ。そして、79年8月にテコ入れ策として、マイナーチェンジを行い、全長を120ミリ延長して、フロントフェイスが丸型4灯ヘッドライトからスラントノーズの角型4灯ヘッドライトに大変身した後期型に。随分雰囲気が変わってしまったわね。3代目 A60 系に少し似ているような。セダンのリアビューはこんな感じに、ナンバープレートが前期はバンパー下についていたのが、バンパーの上に変更されている。
そして80年1月、突然、カリーナに兄弟者が誕生するんだ。突然、カリーナに兄弟者が誕生？その兄弟者とは、トヨタ伝統の T 字グリルが眩しいセリカカムリ。80年1月、カローラ店の都合でセリカのフォードアセダン版として発売される。ベースはもちろん2代目カリーナ。カローラ店の都合ってどういうこと？当時、カローラ店のセダンのラインナップの最上位車種はカローラ。販売店としてはカローラの買い替え顧客の流出を防ぐため、カローラの上位車種が欲しかった。そこで急遽、極力コストをかけずに開発生産されたのが、カリーナベースのセリカカムリ。トヨタ初となる横置き FF のカムリの開発も順調に進んでいたため、FR のセリカカムリの生産期間はわずか約2年間のショートリリーフで終了してしまうことは最初からわかっていたので、コストは極力かけれなかったんだ。このセリカカムリはフロントにトヨタ 2000GT セリカ WX と受け継がれてきた由緒正しき T 字グリルを採用したけど、わずか2年で FF カムリにバトンタッチしたのね。T 字グリルがもったいないわ。いや、伝統の T 字グリルはだてじゃない。だがこの短命に終わったセリカカムリだったが、わずか2年間の短い間にベースの足のいいやつカリーナのお株を奪ってしまうんだ。どうしたの？セリカカムリは80年1月に発売され、その7ヶ月後に、早くも DOHC エンジンを搭載した高性能バージョンのセリカカムリ 2000GT が追加される。エンジンは 2000cc 直列4気筒 DOHC の 18RGEU 型135馬力を搭載し、リアサスペンションには足のいいやつカリーナに採用されていた。4輪クリジットコイルよりも操縦安定性に優れた、4輪独立懸架のセミトレーリングアームを採用してきたんだ。足のいいやつでずっと売り出してきていたカリーナにとっては、後から出てきたポットでのワンポイントリリーフの方が、高性能なサスペンションを装備していたらかなりショックよね。トヨタとしては足のいいやつはあくまでイメージで、リアサスの形式にはさほどこだわってなかったそうだ。気にしてたのはごく一部のマニアだったんだろう。そして81年9月に3代目となる A60K カリーナにバトンタッチする。このモデルはカリーナとして最後の FR で、コロナとシャーシーは共用となり、日本初の 1800cc DOHC ターボを搭載し話題となった。2代目 A40K カリーナの販売期間は約4年間で、生産台数は約61万台だったわ。中古車情報サイトで2代目カリーナを検索してみたところ、4台が掲載されていました。2024年7月現在。前期型のセダンが1台、後期のセダンが3台。支払い総額は2台が200万円台で残りの2台は ASK でした。2代目足のいいやつが気になる方はぜひ一度覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。